それでは今夜はこれでさようなら。アマピエ、ソコピエ。明日は。てるてる坊主も一緒に作る。絵やイラストも一緒に描く。これもとっても大切ですね。てるてる坊主も一緒にへのへのも平地を描いて作ったり、折り紙やイラスト、絵も楽しく描くように描くのが一番です。交通安全に課内安全商売繁盛、人や備品も大切に、体の弱っている方も多いご時世でございます。優しい言葉をかけてあげましょうね。それでは。Thank you.